僕の名前は本田健人、絶賛ホームレス中の24歳だ。施設出身で頼れる人もいないため万事休す。まさか勤め先が倒産するなんて。これからどうしよう。もしかしてお困りですか？もしよければうちに来ます？嬉しいですけど、どうしてそんなことを。覚えてませんか？私は以前あなたに助けられたことがあるものです。もしかして。それは少し前のこと。早く取引先に行かないと。困ったの。困りましたね。あれ、何か困ってる？正直時間がないけど。何かお困りでしょうか？このおばあさんが迷子になっていたので案内しようとしたんですけど、私も一緒に迷子になってしまって。わかりました。僕でよければ道案内します。ありがとうございました。おかげで助かりました。いえいえ、それでは僕は仕事があるのでこれで。よろしければお名前を教えてください。お礼をしたいので。人として当たり前のことをしただけですから。それでは。あの時の。はい、なので恩返しをさせてください。でも女性の家に行くのは。大丈夫ですよ。私の家はシェアハウスですから。それなら。それに正直もう限界だ。わかりました。よろしくお願いします。よかった。こうして僕は助けた女性の家へ行くことになった。ここが私の住んでいるシェアハウスです。素敵なところですね。ありがとうございます。それでは遠慮せずにどうぞ。一体どんな人たちがいるんだろう。ようこそ。今日からここがあなたの家です。って、女の子だけ？男性の方は？いませんよ。ここは男子禁制の女の子だけのシェアハウスですから。みなさん、その人は誰ですか？今日からこの家で一緒に暮らす方よ。男の人と一緒？うぃー、わらじのお酒どこ？マヤさんが今抱えているのがそうですよ。本当だ。すみません、やっぱり遠慮します。そんなことは言わずに一緒にいましょうね。なんか雰囲気が。でもここ男子禁制なんですよね。僕がいていいんですか？事情が事情ですから構いませんよ。それでは改めて自己紹介をさせていただきますね。私はこのシェアハウスの寮母を務めています、吉田里奈です。私は鈴木エリカです。よろしくお願いしますね。私は誰だっけ。佐藤真弥さんです。そうだった。以上がこのシェアハウスに住むメンバーです。はい、僕は加藤健人と言います。よろしくお願いします。こうして僕は女性だけのシェアハウスに住むことになってしまった。そしてこれこそが本当の波乱の幕開けだったのである。あれ、ここどこだ？そっか、僕昨日リナさんに助けてもらって。ってなんでリナさんが僕のベッドで寝てるの？もう、あら、おはようございます、ケントさん。おはようございます。じゃなくて、なんで僕
僕のベッドで一緒に寝てたんですか。ケントさんの寝顔が可愛らしくてずーっと見ていたんです。そのうち寝てしまったみたいで。うん、怖い。さあ朝食ですよ。いっぱい食べてください。うまい。今まで食べた中で一番美味しいです。ありがとうございます。あ、ほっぺにご飯粒ついてますよ。え、どこですか。ここです。取ってあげますね。食べた。なんか子供みたいで恥ずかしい。関節キス、関節キス。リナさんが何かつぶやいてる。聞こえないけどなんか悪感がするな。リナさん、また勉強教えてもらってもいいですか。ま、ごめんなさい。これから行かなくちゃいけないところがあるの。そうですか、残念。エリカちゃん、見た目はギャルだけど素直でいい子そうだし、勉強なら僕が力になれるかも。よかったら僕が見てあげようか。え、本当ですか。嬉しい。ありがとうございます。数時間後。すごい、お兄さんとってもわかりやすいです。それならよかった。こんなに喜んでもらえるなんて教えがいがあるな。すみません、電話がかかってきたのでちょっと出てきますね。うん、待ってるよ。すぐに戻ってきます。エリカちゃんが電話してる間にトイレ行こう。はあ、あの人いつまでいるんだろう。ぶりっ子も疲れるのに。ニナさん、なんであの人連れてきたのかな。うぅ…で、お兄さん今の聞いてました。ごめん、トイレに行こうとしたら。それがエリカちゃんの巣なの。うい、だったら何。いや、そのどうしてそんな風にしているのかなと。それは処世術みたいなものだよ。本当の私じゃ誰にも受け入れてもらえないし、うまく人と接することができなくて塩対応とか言われてた。だから高校は知り合いのいないところを選んでこのシェアハウスに来たの。今度は絶対に失敗したくないから人に受け入れられる自分を演じてるだけ。そのことはリナさんたちも知ってるの。知らないよ。私ここに来た時からぶりっこしてるし。それだと気が休まらないんじゃ。よし、そういうことなら僕の前ではありのままのエリカちゃんでいいよ。疲れちゃうでしょ。僕の前くらい気を抜いてよ。変な人。じゃあ遠慮なんてしないから、後で後悔しないでよ。大丈夫だよ、今まで頑張ったね。本当変な人。別の日。ただいま。ようやく仕事が一段落したわ。お疲れ様です。ゆっくり休んでくださいね。ウインクされた。ドキッとしちゃった。ほとんど家にいないからあんまり話してないけど、この人が本当にあの酔っ払いの人なのか。あのマヤさんってどんな人なんですか。とても優秀な方よ。小岩商事に勤めているキャリアウーマンなの。あの小岩商事に。すごい。あら、あなたうちの会社に興味があるの。はい、僕小岩商事に入りたかったんですけど実力が足りなくて。尊敬します。よかったらお話を聞かせてもらってもいいですか。そんな騒ぐほどのことじゃないわよ。それから
僕はマヤさんからいろいろな話を聞くことができた。やっぱりすごいです、憧れます。褒めすぎよ。もうこの夢に生きてる。最初の日に見た酔っ払いだ。なんでくっついてくるんですか。あのね、私こんなにまっすぐ褒めてもらえたの初めてなの。だからね、ありがとう。なんだこれ、恥ずかしい。さらに別の日、僕はエレカちゃんと一緒に買い物に行くことに。買い物、付き合ってくれてありがとう。無職だから家にいてもやることないしね。ミナさんもケントさんに家事を手伝ってもらって助かるって言ってたよ。少しでも役に立ててるならよかった。最初はどうなることかと思ったけど、ケントさんが来てくれてよかった。本当の自分を隠さないで済むから正直気が楽。それにケントさんと話すのはまあ楽しいし。それならよかった。僕もエリカちゃんと一緒にいると楽しいよ。あら、あなたは。あの時のおばあさん。この前は本当にありがとうね。助かったわ。いえ、当然のことをしたまでです。もしかしてこの辺りに住んでる方なのかしら。私たちすぐそこにあるシェアハウスに住んでるんです。まあそうなの。教えてくれてありがとうね、可愛らしいお嬢さん。それじゃあ恋人同士の邪魔をしちゃ悪いから、もう行くわ。いや僕たちは。お幸せに。違うからね。分かってるよ、大丈夫。その日の夜。そこのケントちゃん、ちょっとこっちに来なさい。またですか、マヤさん。仕事の話を聞いて以来、マヤさんの晩酌に付き合わされるようになったけど、逃げたら追いかけられるから行くしかないんだよな。でね、もう大変なのよ。ちゃんと話は聞きますから、くっつかないでください。みんな起きちゃいますよ。ごめんね、だらしない私で幻滅しちゃったでしょ。いえ、マヤさんは偉い人ですよ。あんな立派な会社に入ってバッチリ仕事をこなしてるんですから。だから家でくらいこんな風にだらけちゃってもいいと思います。だらしなくてもマヤさんのこと尊敬してます。僕の憧れですよ。ケント君、ありがとう。あなただって素敵よ。真面目だし優しいし。このシェアハウスに来てくれて本当に良かったわ。あなたと飲むお酒に私は救われてるんだから。それならいくらでも付き合いますよ。ありがとう、好き。それから数日後、事件が起きてしまった。さてと、この部屋を掃除しようかな。なんだこの本。僕の写真がたくさん貼られてる。見てしまいましたね。置き忘れた私も悪いですけど。リナさん、これ何ですか。ケントさん写真集です。私が作りました。見られてしまった以上は仕方ありません。こうなったら。あの勝手に見てすみませんでした。これお返しします。その
引かないんですか？こんなものを見て。わはは、もちろん驚きました。でも僕はリナさんに感謝してるので、いつも家をきれいに掃除してくれたり、洗濯物やご飯作りまで僕たちのために頑張ってくれて、それにリナさんが優しい人だって知ってますから。すみません、実はケントさんを見つけたのは偶然じゃないんです。うわ、あの日おばあさんと私を助けてくれたケントさんに一目惚れしてしまったんです。それからずっとケントさんのことを探していました。そうだったんですか。僕はそのまだ答えはいただかなくても大丈夫です。私ももう少しこのままがいいですから。でもいつか絶対私を選んでくださいね。わかりました。僕ちゃんと真剣に考えますから。はい、楽しみにしていますね。数時間後、ケントさん、どうぞ。パフェを作ってみました。わあ、美味しそうですね。はい、ちょっと何して、何してるんですか、リナさん。ケントさんに美味しいパフェを食べてほしいだけよ。それなら私がしてあげます。待ちなさい、ケント君にアームしてあげるのは私よ。みんな落ち着いて。はい。あー、なぜかそれ以来3人の様子がおかしい日が続き。ちょっと待ってください、ケントさん。待ちなさい。逃がしませんよ。みんな本当にどうしちゃったんだ。あ、誰か来た。はい、ってあなたはあの時のおばあさん。やっぱりこのシェアハウスだったのね。会えてよかったわ。え、わざわざ来てくれたんですか。でもなんで。会長。会長。この人は私が勤める小岩商事の会長さんよ。実はね、加藤健人さん、あなたをスカウトしに来たのよ。スカウト？あなたにぜひ私の会社で働いてほしいの。すごい、お兄さんスカウトされちゃいました。おめでとうございます、ケントさん。本当に僕なんかでいいんですか？もちろん、困っている人を助ける優しい人が私の会社には必要なの。あなたのことを調べさせてもらったのだけど、あなたはとっても優秀なのね。あなたが以前勤めていた会社での功績、見事なものだわ。それに困っているみたいだから、助けてもらった恩返しもしないとね。よかったわね、ケント君。はい、夢みたいです。前の会社で小岩に入れなかった失敗を励みにして努力したことをちゃんと見てもらえたんだ。そして僕は憧れの小岩商事に再就職できることになったのだが。ここを出ていく？はい、勤務地が遠いので引っ越しはしないといけなくて。そんな、嫌です。私もここを出てケントさんと一緒に暮らします。ケント君と暮らすのは私よ。ケント君がいなくなったら誰が私のお酒に付き合うの？ケントさんは私が一生面倒見ます。どこまでもついていきますからね。皆さん本当にありがとうございます。でも僕はみんなに笑って送り出してほしいです。だって僕はみんなのこともこのシェアハウスのことも大好きだから。
リナさん、僕を助けてくれてありがとう。エリカちゃん、一緒の時間はとても楽しかったよ。マヤさん、またいつかお酒を一緒に飲みましょう。約束です。ケントさん、もう泣かせないでよ。わかりました。それならケントさんを盛大にお送りします。本当にありがとうございます。その後、みんなは僕の送別会をしてくれた。そうしてちゃんとお別れは済ませたのだけど、やっぱり、いや、行かないでよ。エリカちゃん、素が出ちゃってるよ。知らない、いいからここにいてよ。そうよ、行かないで。二人ともちゃんとケントさんを送り出してあげましょう。ミノさん、そうね、ケント君、またいつか会いましょう。約束よ。戻ってこなかったら許さないから。うん、約束する。みんな本当にありがとう。またいつか。ケントさん、本当に行っちゃった。この家、こんなに広かったかしら。宅配便の荷物の中に入ってケントさんのところに。そうと決まれば大きめの段ボールを調達し。ただいま。え、ケントさん、どうして。実はさっき電話があって、手違いで別の人の勤務地が僕に知らされたみたいで、なので戻ってきました。僕はマヤさんと同じ部署に配属されるみたいです。あんなに感動的に別れたのにごめんなさい。そんなのいいよ。それより、よかった。皆さんありがとう。こうして僕はまたこのシェアハウスに戻ってきた。それから数日が経ち、充実した日々を送ってはいるのだが。ケントさん、そろそろ私を選んでください。誰が一番好きなの？もちろん私でしょ。私よね。さあ早く答えて。もう少し待ってください。仕事は順調だけど恋はまだまだなのだと思い知るのだった。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。